1961年のアルフレート・ミュラー・アルマックアルフレート・ミュラー・アルマックはドイツの経済学者で文化社会学者で社会的市場経済の概念を構想し創設した。1920年代、ミュラー・アルマックは自分の名前に母親の旧姓を加えて1929年からはミュラー・アルマックという名前で辞書を出版した。 1933年5月初め、彼はナチスに入党した。ナチス体制は強い国家としてバイマル共和制よりも優れていて安定的な経済政策を実行できるだろうと期待していたからである。1945年まで消極的ではあったが党員であり続け、あるパンフレットの中では当時可能になった経済政策への期待を力説していた。 1933年、彼は国家社会主義に理念的に近い立場に立った新しい帝国における国家理念と経済秩序を出版した。1940年、彼はミュンヘンのベスト・ファー・レン・ビル・ヘルム大学で正規教授及び管理ディレクターとなり、そこでナチス体制とドイツ国防軍に対するアドバイス業務を受け負った。ドイツ帝国の 究極勝利を無条件では信じない人たちが集まった、内輪の経済懇談会で、彼は、ルートビヒアハルトとも出会いつつ、戦後の経済秩序構想を練った。1943年からブレーデンに疎開して、活動した。1948年、神の奇跡という研究で、彼は、ナチズムの宗教社会学的な説明も試み、ナチスを無宗教時代の、 大事宗教であると見ました。第二次世界大戦後、彼は世紀に入党し、1946年に著書、経済統制と市場経済で、社会的市場経済の理念と概念を記述し、それは社会的構成と補完し合う関係に立った市場経済とした。1950年、彼は経済国家学の正規教授として、ケルン大学に移り、 フランツ・グライスと共に独立した経済学研究所としてケルン大学経済政策研究所を設立した。1952年からは経済省で原則部の部長であったルートヴィヒア・ハルトの下で活動した。社会的市場経済を理論的、実践的にさらに発展させる際、彼はルートヴィヒア・ハルトとオルド自由主義者の思想世界をも拡張させた。 1958年から1963年まで欧州問題担当閣外大臣を務めた。ミュラー・アルマックが影響を受けたのは、社会主義的な新自由主義だけでなく、オルド自由主義のフライブルク学派、キリスト教社会論の影響も受けている。1971年、ヨーロッパへの道という自伝を出版。1972年、ミュンスター・ベスト・ファーレン・ビルヘルム大学の エルンスト・ヘルムートビッツ賞を受賞した。1976年、アレクサンダー・リュストー記念メダルを受賞した。エアハルトとは異なり、彼は1978年に死ぬまで、社会的市場経済は実際の経済秩序に調和していると信じて疑わなかった。社会的市場経済の様式原理は永続的な変容によって達成可能になる。 私が考えているのは、貯蓄援助、資産再分配政策の拡充、動的な年金規約、経営体規則法とそれに関するすべてのものだ。アルフレッド・ミューラー、アルマック、ライグランド・フォアマル・デア・ソジー・イラン・マークト・ワース・チャルファット・イン、ルート・ビヒ・エア・ハル、シティ・ファト・ゥング、シンポジー・イ・ソジー・ル・マークト・ワース・チャルファット・オストナス・ヤナル、ウント・インターナショナル・オード・オング、 ボン 1978S132 ーナストリックアルフレッド・ミューラーアルマックナッシュナラ・コナム・ランドスカーフツバーバンド・ラインロント2010ナルフタクフォーム・オーデリー・ブリリズマス・ツア・ソジー・イーランマーク・トワース・チャルファットステシャネンデ・ニオ・リバー・リスマス・インド・イッチュ・ランドレスック・ウント・バドリッチ、オ・プレイデン 2003ISBN3 から810041114 フリードランコズ、ソジールマークトワースチャルファット、ベクリシュキットウントバーフレムダンアイネスコントセプッツ、ホープットベルン2000、S55、オットーシュレクト、グルントラーゲンウントピアースペクティーブンデアソジーイラン、マークトワースチャルファット、JCB モア、1990、ISBN3 から16から14万5690から、4、セーテ13、ダニエルダイアツフェルビンジャー、 コンデア・リリジェン・ソジー・ラジー・ツア・ソジー・イラン、マーク・トワース・チャルファット、レーベン・ウントベルク、アルフレッド・ミューラー、アーマックス・イン、ハンス・サイドル、シティ・ファトゥーング、ポラティッシュ・シュトゥルディアン、373、51、ヤーガーアーム、セプテンバー。ありがとうございます。